はい、お疲れ様です。マフィーです。なんか神タンが強そうな補正やっていくんですけど、まあさすがにこの補正だったら神タンだけじゃなくてね、マフィリーとかアレスとかもいるかなと思うんで、やっていくのはこちらですね。バフリーダーとしてね、マナグリを使っていくだけでなく、アレスとかに対しても毒コンバートとかが有効ってことで、今回マナグリでやっていくんですよ。で、神タンに対してきつそうなイメージはあるんですけど、罠ゴマとロックでなんとか頑張ってってところですね。それ以外は毒のコンバートとかで殴っていきつつ、あとハルマルもね、別にバフに依存するようなスキルじゃないんですけど、アタックがとにかく高すぎるってことでね、もうアタックっていうか、もうステータスがね、マジでバグなんですよね。もうハルマルはステータス高すぎるんで入れてますってことでやっていきましょう。まあ、あとヒュプノスとかかな、そういう対面においてもね、ハルマル非常に強いんで、であとは暗黒とかもね、たまにいる。だからハルマルはマナグリに入れとくかなってことで、やっていきます。終電逃して始発で帰ります。キャーって言ってね、もうこれトムブラウンだったら頭引っ叩いてね引っ叩いてるところでございます。さあ行きましょう。終電辛いところだ。おい、始発直後の神タン来ました。まあ始発直後ってことで、この動画の始発も神タンでスタートするらしいですわ。で、これはどうしようかな。これぶっちゃけルキア全然あり、全然ありです。いっちゃいます。このデカはマナゴマが多いんで、ルキアさっさと切っちゃってね、マナゴマで、ね、あれすることもできるし、あと守護のコンボ2倍っていうのがね、相当もう有効というか大事なんでね。もう守護がマジで大事。ただこのロックをここで切らされるというか、その初手にコンボのないルキアをね使わされるっていうのは相当嫌なんですけど、まあ、ロックを打つことによって出したくない感じの麦を出させると。 OK、 これでかいで、麦はコンボ発動しねえので、なるほど。これ罠ゴマ一回握りつついきますか。これ、まあ、一回こっち行きましょう。一回こっち行って、よいしょ。でこれ、ね、アイシェ引いてんのマジでなさすぎ。アイシェ最強です。で、おい、ぶちゃれて引いちゃうと、まあ、ちょっと早いんですけどね。まあ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 、あー、LT の引いちゃうんですね。強いですね。まあ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 、でこれルキアがねコンボないのが結構響いてくるんですけど、まあ、頑張りたいところではある。罠張ってあげて、よいしょ。おそらく左ウェックスに打ってくるかな。で、まあ、守護のコンボで削るかどうかっていうのを次のターンで考えたいですね。うん、まあ全然削ってもいいかもしれん。マスティマ打つだけで、9600削れるんでありかな。 X 来た場合なんですけどね、来たらなんですけどね。まあ、一回 F2 とかでね、濁される可能性も若干なきにしもあらく。 OK、 一回これ罠ゴマで両面返しますか。まあ、これ引き見てから考えたいところ。よいしょ、全部触手にお任せ。あ、そういえばね、 VCT さ、見に行ったんだけど、バカおもろかったわ、マジで。会場行ったんよ、埼玉スーパーアリーナ。もうめっちゃ人いた。もうめっちゃ人いたのね、めっちゃ人いて。で、俺友達と、約束しててね。で、友達と一緒に見に行ったんですけど、もうマジで面白かった。俺そんなにバロランとさ、なんかプロのリーグとかさ、めっちゃ見漁ってたわけじゃないっていうかね、どっちかっていうと最近見始めたぐらいのね、まあ、ちょっとにわかな感じではあったんですけど、バカおもろかったわ。もう会場のね、もうそのなんつうのボルテージというかさ、もうすごい盛り上がっててさ、でもマジで言葉にできないわ、言葉にできない。うん、でこれどうしようかな。 B3、 いや変わらんな、これ2枚ですか。よいしょ。1枚返しで相手に飛ばされることはおそらくないであろう。で、ここね、次、いや、2手飛ばしだな。相手からすると2手飛ばししないといけないから、そう、OK、相続するよね。あ、でもエクレルから来るのか。いやー、そこうまいな。1枚返しに抑えられるな。はい、ハルマル来ました。で、これ、ハルマル行っちゃって OK ですね。よいしょ。もうアタック高すぎるんだよ、こいつ。あ、飛ばせるっていうね。そして飛ばせるっていうね。強すぎるっていうね。ってことで、その VCT 見に行ったんですけども、会場のその、音圧とかすごかったんよ。もう会場でプロの選手入ってきた時のそのあれ、大田さんのズータレビジョンとかもめっちゃかっこよくて、もうほんとかっこよくてさ、で音とかやばいのね。もうブリーチのウルトとか使った時のもう地震の音とかやばかったじゃん。ってことで、まあ、全くバロラント知らない人にとっては何の話してるか分からないと思うんですけど、まあ、それぐらい最高だったってことでね、本当によかった。なんでこれを機にね、みんなもね、バラなんとよかったらね、やってみてはいかがでしょうか。クソ面白いです。ってことで、あと、その友達とその後、串カツ食って、で、家に来てもらってね、泊まりに来てくれて、で、銭湯行って、で、今日、ドラゴンボール見てきたわ、映画の。めっちゃおもろかったわ。めちゃくちゃ面白かった。本当に面白かったわ。見てよかったわ。で、これ、はるまるマジでありがてえ。相手、メルベだから、初手から打っても、ちゃんと火力出るんですよね、12%。マジでありがたい。これはね、X も正直やむを得ないかもな。むしろ縦から打つと成り打ちからあれされてボケなすされるんで、これこっち行きますか。
はい、焦点ハルモニー行っちゃいます。で、相手目線だと骨増やしたいから B さんから絶対来るんでね、追わせよう。で、罠ゴマとか引いたら X もなきにしもっていうところですけど、まあ、全然 D6 マリだな。スナイフィルのコンボって何？ HP80 倍か。うん、まあまあ強いね。ハエでもいいな。ハエで下打っても、おっと、お前それ骨増えねえぞ。骨増えない。まあ、リッチのコンボがちょっとエッチですけど、OK、これマスティマ引いたんでベルゼで下行きますか。コンボスキルもあるけど、まあ、一回下行ってあげて。で、今骨増やせない状況でカード打つしかない。で、B3 から打った場合、リッチのコンボ削られるけど、その場合 A2 から打って形組めるであろう。ドラゴンボール見て、でその後あのもんじゃ焼きと銀だこ食ったわ。めっちゃもよったわっていうね、最高の休日を過ごしたんで、今日から動画投稿再開していくってことでよろしくお願いします。で、ここは相手の穴駒が気になるところだけど、一旦コロネでね B さん行ってあげて、発動しない、これでかいですね。レニアードでもなければマイティでもない、俺は特殊穴と見た。で、この状況で特殊穴だから S ゴマ引いてるかもな。ここで使いにくい S ゴマ、あ、クレプスね。 OK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 、はい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 、把握把握、オッケーです。ってことはユスヘルミー入ってるかどうかわかんねえが、うーん、ここロック来るかどうか。でもユスヘルミーも、あ、いや、ナルクレプス今引いたっつうことはユスヘルミーを出したくなかったってことだな。多分コンボ封印ないな、これ他に。いや、ここ悩むな。これ C1 から行ってもいいな。 C1 行こう。リッチ取りつつ、相手骨増やすなら B5 になるんで、E6 入るイコール骨が増えない状況になるし、ワナゴマも次あるから E6 のコンボスキルをワナゴマでいなすことができる。 OKOKOK、 そっち来る。んー、よしよし。ただそのハデスは普通にうぜえ。はい、ブラーで、これ一回骨取っていいな。骨取るか。で、夏ブラちょっと怪しいんで、これこっちから行ってあげて、で B4 に来るんだけど、ナルクレプスのコンボがあんま強くないから普通に取ってあげていいな。コンボやばい駒来たら、それは鳥でいいけど、ちょっと痛いね。やばいね、それ。痛い。でも S ゴマ何枚切った？あー、そ、うわぁ。いや、これまだ飛ばねえな。ちょっとこれ考えますか。あ、いや、待って。あ、お前 1.6 出せるんだっけ？いけるやんけ。ナイスー。愛して最強。愛して最強。愛して最強。危ねえ。愛して最強なんですよ。結局愛してしか勝たんのですよ。マジでおもろかったな、ドラゴンボール。ドラゴンボール最高。俺の友達は、いや、俺ワンチャンブロリーより好きかもって言ってて、まあ俺もね、正直、いや、でもちょっとブロリー、いや、難しいね。でもなんかドラゴンボールっぽくて本当によかったわ、今回の。鬼のお兄ちゃん、パンダに乗った犬に気をつける、頭からつま先までの衝撃の稲妻じゃん。チェフォン絶対好きでしょこの人。よー、よ、パンダに乗った犬に気をつけろ。さあ、火をつけろ。頭からつま先までの衝撃の稲妻。お前、HP 綺麗だな、2万6000。綺麗な歯並び、いや、HP 並びしてるわ。そして、俺の駒並びも非常に綺麗ですね。で、初手ロックだけはマジでやめてください。もう汚くなるから、本当にやめてください。危ない。あ、俺、そいつ入れてなかった、サギリ。そいつ入れるべき、え、俺、サギリと大竹丸ちょっと 見ると間違えた。俺、これこいつ入れてもいいかもしれないな。っていうところですけど、大竹丸がなんと初手から打てるということで非常に優秀ですね。これどうしようかな。初手 X からいってあげるか、それとも、オーラ行かれてないならトペ取りでもいいと思うんだけど、こいつコモスキルいかんせん強すぎる。 X から打ったけども全然ありですね。行ってみましょう。よいしょ、いいね。大竹強い、非常に強いです。んー、どうする、これ書こうかどうか相当悩むよね。まあ、実際囲ってきたら、おお、斬新、斬新、斬新、はい、斬新すぎ。まあ、一回これ角からいけん。じゃ、どうしようかな。あ、ちょ、オーラ引くのやめてくんないかな。どうしようか。これオーラ引くの見えてたのかな、相手。もしかしてやばいな。いや、ちょっと待てよ、サギリ。いやー、これ夏ブラよね、さすがに。ハエ打ったとって、俺大竹切った後だから大型アタックはないんだよ。え、ちょっと待って、しづらさってお前コンボいあれなの、マゴマ2枚になったらダメなの。これミスったね、ハエでよかったかもしれん、結果的に。まあでもいっか。で、お前ハエ引いてんの、それやばすぎだろ。
やばすぎだろ。ちょっと待って、これどうしようか。勝ちパターン、勝ちパターンがあるとしたら、ここで3枚打ったと春丸なんだよな、多分。2倍2枚返し打たないと、2手飛ばし無理だから、2手飛ばし無理ってなると3手台になるんですけど、多分無理ですね。これちょっと勝負します。相手 S2 枚切ったし、ここで3枚いって次春丸でちょっと狙ってみるわ。夏ブラ発動するし、多分飛ばせると思うんでね、ここさえ立ちまえば。お疲れ様でした。お前そのオーラ引かれてからの大竹丸まで引いてるっていうのはさすがに強すぎ。どんまい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 。これはしょうがないわ。どんまい、これどんまいっす。頑張った。頑張ったよ。ナイストライ。はい、次。まあこれナイストライだ。しゃあない。しゃあないよ。あったなー。でもちょっとあれ角を見せたかな、どうかな。まあでもここで飛ばされてるから正直関係ねえな。1856位、シーズンマッチってかダイマスってそんなにいるの、そもそも俺そんなにいるって知らなかったんだけど、ダイマスって何人いるの、詳しいと教えてくんない、何人な、そんなにいるのダイマスって。嘘だろ、そんなにいるのねえ。あの全体の何パーなのダイマスって、実際全体の何パーなの、そこ私気になります。てか春丸ほんと手駒に来るね。こういうヒプノスとかの対面でもね、あのバフに依存せず火力を出せる春丸1枚ぐらい入れてもいいかなということで、活躍してくれたら嬉しいな。陽キャ、陽キャ来たか。ルキア、ここルキアか。面白い、やってみよう。ちょっとこれコンボスキルないの、マジで。え、ちょっとこのタイミング、あ、これウーバーだな、すいません。はーい、あ、やば、これ一番右のコマ出た。イグナーツ熱すぎだろ、熱いね。これはしまった、俺ウーバー頼んでた、完全忘れちまってたな。まあ、X 行こう。これヒプノスどこで出すかだな。ただこれ D5 多分来るな。俺ルキアコンボ弱いからないから、これ D5 から来て俺が右下 X 打ったところにビジでかまされるやつだな。それか、まあ囲うかだな。こっちのコンボスキル弱いと見て囲って様子見てくるか。でもこれあれだな、イグナーツがアタックの高くなってる、イグナーツがロックで出るっつうことは真ん中2枚が S5 枚2枚で固まってる可能性は十二分にある。でトップで引いた罠駒でヒプノスで、おそらく踏み穴を入れる枠っていうのはそのデッキ絶対に入ってない。だからこれは取っていい。で、よいしょ。ああ、取っていい。よいしょ。どうも、ありがとうございます。これ大丈夫だったよね。よし、大丈夫だった。で、これでヒプノスでおそらく打ってくるんで、この、マスティマのコンボスキルっていうのはおそらくなくて。おお、そこ打つん、それは3枚返しある。ちょっとね、引け。いやー、3枚生きて。生きて。ああ、どうするこれ。どっちにする、3枚行くのか、それとも3枚行かないのか。これどうしようかな。行かないね。さすがにデバフ効いてるし、弱い。で、OK、じゃあこれビーロカ出よう。ビーロカ出て、このイグナーツのコンボを狙って、ダボを狙ってみますわ。で、相手目線でも、春丸のコンボはだるいし、罠駒切った後だから、これに対する駒ってのもそんなにないと思う。さあ、どうだ。まあ、多分、トゥールラ編成だから、金馬はないと思うし、これで半分行ってくれたら、ダボコンですね。いや、春丸強えな、マジ。うおー、これはちょっと半分いかないかも。うん、頑張れ。いかないよな。まあ、ちょっとこれ、そこま。うわー、絶妙に弱い。ちょっと考えよう。裁判開始。3500のあれだ。止まんねえな。よし。待って。あー、止まんねえな。夏ブラこっち。はい。これでダブコンが残る。ダブコンじゃない。コンボが残って、カード打ったらダブコンだから、相手目線だと E1 か D5 になるんだけど、ただ D5 だとなー。D5 きついかもな、ちょっとこれはコロネ飛ばせっか。待って、これ D5 やべえな。コロネ打った方がせっか。おお、やらかした。いや、待って、結局3枚いかせよ。取ってる。どうせ取ってるよ。だからここで飛ばせれば俺の勝ち。はい、いらっしゃいませ。勝者引くんですよね。でも3枚いくからこれギリギリ飛ばせ。あれ ?2 倍の。あれ待って、2倍があれで2。あ、待って、どうするした。あ、2倍出てからだから。あ、いける。そうそうそう。2倍出てから 1.7 のあれだからいける。あ、1.6 か。あ、いける。大丈夫。コロネのスキルの2倍を忘れるってね。え、そんなに軽くいけって思ったわ。あ、危ない。オッケー、ヒプノスにも勝てるのはでかい。ルキアでイグナーツを釣るのは非常にでかいですね。これはでかい。よくやった。
さあ、なんかマナグリ普通に勝てるね。さては今トレンドデッキかもしれない。強いぞ。マナグリ勝てるな今。なんか神探に思ったより当たってないっていうのが逆に効いてるかもしれんな。いつもの俺だったらここで神探メタのデッキを組んで神探に当たらないっていうね、芸人ぶりを見せつけるところですけども、神探が来ても恐れないっていうこの姿勢を貫くことによって、非常にね良い結果をもたらしているんじゃないでしょうか。さあ春丸、今のところ、オールイン春、オールイン春丸、オールイン春丸。初手ミサト、あ、ミサト残すとのも全然ありだったな。これ相手のメルメに対してのミサトってなった場合に 100% 返しなんだけど、物理しか返さないからどうかな。あ、まあでも別に悪くはないな。普通にここ X もなくはないんだよな、引きによるけど。でも X 打つんなら罠2連打の方が良かったってのがあって、でここで春丸引く、春丸アイシャ引くんだよな。だったらもう俺こっち行きます。いやもう春丸が強すぎる。これマナグリで打って、いい駒なのか。これは果たしてマナグリで春丸禁止、それからさて丸か、アイントマリと春丸がコンビで禁止になる可能性が出てきたかもしれない。でここは相手あれですね、マゴマが2枚なくなるんで次のターンでコンボ封印はできない、グノ以外はね。で大竹、大竹か、大竹これ残そう。相手のワナゴマとかに対して打てるし、このタイミングで6ってのはさすがに考えにくい。コンボスキル残らないから。で、まあ、さっきのねトマリーと春丸のコンビなんたらっていうのはさすがのネタなんでマジで気にしないでください。でこれね、さ守護者打ってくる、いい感じに逃げられる。でここに来いらっしゃいませ。守護者行くんか、ここ悩むな。まあでも守護者だな。守護者打って大竹のコンボスキル 2.1 倍狙うっていうのが一番賢い道と見た。まあ多分ロックはこのタイミングないわ。あったら守護打つよりロック打つ可能性すらも残ってるし、多分ないと思う。オッケー、マナゴマ来る。でこのマナゴマに対して大竹を出すのは全然ありですね。引き見てから、はい、うわー、おちょっと悩むけど、マモタケさすがにコンボ強すぎるし、そろそろロックが怖くなってきたんで毒コンボでいきます。でこれで毒の罠だったら俺は泣く。はい、毒罠でした。おい毒罠じゃねえか。まあでもこの1444、まだこっちはそれなりに HP がある。でこっちコンボスキル 2.1 倍のコマが残ってる。引きによっては全然飛ばせますよ。無理かも。ちょっと待ってください、ほんとやめてください。もうほんとそういうもうな、マジやめてくんないかな。ペルツやめて、やめて。その駒誰が好きなの、その駒誰が好きなの、その駒やめて、やめてよ。これコンボスキルは相手のキャラが1枚ついて600、終わったやんけ。2400出るらしいわ。これ終わったな。おい毒罠かよ。しかも6まで打たれるって、これ次飛ばせないですか。終わった。さすがに毒罠じゃないと思ったな。そんなん入れる枠あるんだな今の環境って。難しいもんだ今のオセロニア。難しいの。ちなみにその俺が遊びに行った友達ね、さっき言ってたやつ、エーペックスの元プレデターの人なんですけど、今のエーペックスは難しいのってこの間俺一緒にエーペックスやってる時に今のエーペックスは難しいのみたいな感じでさ、ちょっとこうなんて言えばいいのかな、何老兵みたいな感じでさ話してて、それいいなと思ってちょっとパクったわ。ごめんな、そいつのセリフパクったわ。今のオセロニアは難しいの。まあ別にね、あれなんですよ、まあ難しいかどうかで言うとそんな難しくないのかもしれんわ。うん、勝つこと自体はね難しくないかもしれないけど、勝ち続けることが難しい気がする。いきますか。難しいの今のオセロニアは。難しいの別にいいことだけどな。難解になったってことはそれほど奥深くなったってことなんでね。ってことでいきますか。よいしょ。おーブルドおいグルドみたいな名前しやがって、動き止めてやるわ。あでもさ、一応聞いてくんねえかな。俺映画見に行くときにグルドが登場したことがあって、その今日映画見るときさ、バカほど電車遅延してたんよ。で俺10時、40分の上映見るために、まあ、10時ぐらいに俺家出たのね、俺とその友達で。で電車クソ止まってて、もうこれ絶対間に合わねえじゃん、もう俺たち終わったなーって話してたら俺昨日のチケット買ってたのね。マジでバカでよかった。俺アホだった、マジで。昨日のチケット買っててさ、そのおかげで今日のチケット買い直して、で映画見れるっていうね、マジで神ムーブ。
ちなみに昨日のチケットの分はもうそれはもうあの払っちゃったもんでね、あのキャンセルとかできないんでね、あのもう消し済みになったんですけど、でも見ることができたんでね、マジで昨日のチケットだったわ、やらかしたーってなって、でその友達にごめん俺あの昨日のチケット買ってたわ、ゆっくり電車乗ろうって言いながら電車の中でね、1時間いたわ1時間電車の中に一緒にいたわ20分で着く距離を1時間乗りましためちゃくちゃ汚れててさ、でもね、これちょっとさ、こうやって笑い話にしてるけど、一部ちょっとさ、やっぱ本当に気をつけないとなって思ったことがあってさ、これみんなに本当に聞いてほしいんだけど、ちょっと熱中症でどうやらちょっと倒れた人がいるらしくてさ、その何電車に乗ってる時に、で次の駅でちょっと状態が悪いのでなんか降りますみたいなっていうのもあったんよ。だからマジでみんな熱中症気をつけて、まあ、エアコン代とか気にしなくていいから、もうマジで本当に体ちゃんと熱をこう排出してさ、体を冷やせ、もうとりあえず、うん、冷やしすぎもよくないかもしれないけど、とりあえず常温を保て、頼むわこれ、うん頼むわ本当にお願い、本当に頼むわ。さあこれで、シェムキリを打ってくるっつうことは今おめえアタッカーねえな、はい、いやわかんない、アタッカーあるからここで飛ばせなくてシェムキリ打った可能性もあるけど、いやでもね俺はここちょっとミサト打っとくわ、ミサトしか打つ駒ないんでね、お願いします。1万右の駒許してください、ほんとエンデガとかやめてください、相手アタッカー結構切ったよ、エルティナも切ったよ、お願いしますよ。1枚返し、それ耐えれない 2.1.2 倍、あ耐えたんですけど、なんで2枚返ししなかったのでかすぎだろこれ絶対相手に2枚返し見逃したな、あぶねー、助かったってことで、マジで熱中症気をつけてください、これ本当の話、これはもうなんかネタ抜き、笑い抜きネタ抜きでね、気をつけてくれ、熱中症怖いよな、めちゃくちゃ怖い。で夏はやっぱこういうことがあるんでね、うん、水分補給だな、マジで水飲んで、ちなみに俺は1日にだいたい4リットルぐらいは飲むんだけど、マジで飲んで、水飲んでってことで今から水飲みます、レビューします。サントリー、南アルプスの天然水、水の環境を守り未来を見つめる、安全で美味しい水を子供たちの手内に受け継ぐために水源の豊かな自然環境を守り育てています、また子供たちの水の大切さを伝える水育も展開、水の未来を見つめています、だそうです。はい、うまよし、ここで一回細胞出して、相手フェリアか、アイシ引いてないの、熱いよ、267の HP、マスティマ、マスティマ、はい、マスティマあります、はい、マスティマ、避けろ避けろ避けろ、ずれろずれろ、よしずれた、ナイスずれ、マジでナイスずれた、これもうブランジェットずれていくのはねプロです、それは、うん、はっきり言ってプロ、俺オセロニのプロになるわ、ずれた、このずれろっていう表現ね、非常にね役に立つからね、俺人生で結構ね、避けろじゃなくてずれろっていうこと結構あってさ、デュエルマスターズっていうゲームあるんだけど、あれでボルグサンダーっていうね、カードがあって、それはクリーチャーのカードが2枚出るまで山札を墓地に送られるってやつなんだけど、それで呪文が出たら山札が削られるわけよ、だから早くクリーチャー出ろってことで、呪文のカードずれろって言ったら本当にずれてクリーチャーのカードだけすぐ出るっていうね、おまじないなんで、よかったら皆さんもずれろーずれろーずれてくれーずれろーずれろー、おいずれたんですよ、やっぱずれるんですよ、ずれろってなかったら絶対にずれるんです、これ皆さん本当にマネしてるんですよ、これもう本当にずれるんで、だってさ、わざわざさルキアが出るんですよ、これハルカードじゃなくてルキアにしてる理由分かりますか、アイシより下になるからなんですね、あと HP が高いっていうのもあります、ハルカードっていうのはコンボスキルがあるっていうのも非常に優秀なんですけどね、やっぱアイシを持ってる時にルキアを押されてルキアが出る、それがねこのルキアの強みなんですよ、みんなねハルカードにねやっぱ使いたいという気持ちは分かると思うんですけど、ここはねやっぱルキアを選択することでルキアでルキアを出す、そういうねずらし作戦っていうのがねあるんですよね、ということでここ3枚返しの当選組んでいく、でここは稼働もありかもしれなかったんですけど、こっちの余ダメが減っていくのでそれはやめときましょう、でここでロックでファビオが出てきて、さスターター、これちょっとやばいですね、はい、これやばい状況です、で、ここに飛ばせる駒が果たしてくれるか、まあ来ました、ベルゼブブ来ました、行っちゃいます、よいしょ、あーしょ、はい、これがずれた結果なんですよ、しょーしょっしょっ、そうなんですよ、敗北をもずらしていくんですよ、そう、やっぱ世の中ズレが大事、ちょっとしたズレをね
ちょっとしたズレをコントロールするのが大事なんですよ。ズレをコントロールすればマナグリでも勝てる。そういうこと。ずらせ、すべてずらせ。さあ、ハムゾ、何食ってんだ。なんでこれ、お好み焼き、もんじゃ焼き。ちなみにもんじゃ焼き今日昼に食ったんだけど、これもしかして見バレしたかな。俺が昼もんじゃ焼き食ってるの見て、そのプロフィールにしたこの人、まあ、もしかしたらね、あのうちの動画見てない人かもしれないんですけど、てかその可能性の方が高いんですけど、もしかしたらそんな可能性があるかもしれない。見バレしたかもしれない。さあ、エルロジュ、なんだそれは、痛いな。まあ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 、一回細胞で笑っといて、で相手マタンっぽいな HP 的に、ってなった場合ロックをしっかりけん、ああジーザス、アイシー行かれた。まあ俺もアイシー行ってるんで人のこと言えないです。エルマレイヤーで、ここ引き見てからいらっしゃい。あー強いね。これはね、悩みどころまんどころ。これビジきます。まあ、エルロのコンボが今の段階であんま強くないっていうのもあるし、こっちの HP そんなに高くない状態で結構削られてるんで、 C5 に守護を打った方がいいかなと見たんだけど、これ大丈夫これ大丈夫、動線組むの遅れない、大丈夫。まあまあまあ、これはさすがに守護打っとくやん。で 1000HP 確保しまして、まあでもこっちの方が最終的にコンボが強い気がするんだよね。その盤面に残るコンボの強さ、ここ2枚返しになってて D6 打つと相手にコンボが組まれないからね。でもさっきの D6 から打つ場合は春のコンボを食らった上でっていう感じになるから、それだったらこっちでいいんじゃないかなっていう。ただエルロージュのコンボ最終的に食らうことになりかねないからね、ちょっとそこら辺だけ本当に怖いんですけど、これで相手が D6 に来るのかどうかっていうところで、まあ多分来ると思います。ロックでズレろー、ズレろー、ズレてくれー、ズレてくれー、ズレろー、ズレろ。いやズレるんですよ、やっぱりね、ズレるんですよ。願えば、願いはズレる、ズレると叶う。分かったか、ズレてなんぼなんよこの世界。ズレろみんな、あのね、ロック打たれた時マジでズレろってのやって。明日からダブルオーラの時じゃなくてもいい、もうとにかくロック打たれた時にこっちがあのオーラがね釣られたくないっていう状況の時に、あのこう念じるんですよ、ズレろって。強く念じてください。そしたら必ずずれます。俺はそう思ってる。でこれで軽く出して OK 詰めたんで終わるぞ。やっぱずれるんすよ。そう。うん。相手もね、相手釣れるかなって。釣れないんですよ。ずれるんですよ。釣れずにずれる。よし。やっぱずれるんすよ。OK。もうコロコロコロリーナですよ。よし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 。オッケー、これがずらしだ。ずらせずらせ。ずらせずらせ。やっぱずれって強いな。もう、うん、玄関強最強テクニック。これもう、サムネタイトル詐欺になるかもしれないけど、明日から使える環境テクニックっていうのもタイトルにしようかなって思うレベルだもん。マジで強いよ、ズレ。やっぱズレろ、ズレろをね、願うだけで、相手のルキア、アルカードが、このようにね、無効化できると、非常にいいと思いますね、これね。うん、おっと。よし、ちょ、一回、なるほど、一回クールダウンね。はいはいはい。よし、もう一回マッチングしよう。ズレてくれ、今日も。ずれた結果、俺の手駒が良くなる。そうだろ、ずれろよ。 KNDSTK なんて意味なんだろう、ちょっと考えようか。まあ、とりあえずまずデッキから見よう。あ、神タンじゃない。KNDSTK ね、神田幸香さんですね、よろしくお願いします。で、相手、うわー、これシーズラスのショットから出せない。神田幸香さんのショットはエクレルと、どうしようかな。さすがに春巻き切りたくないような、もうね、謎の切りたくない、しゃあない。じゃあな、シーズラさん初手から失礼します。
で神田さと子さんなんですけど、初手からエクレル切ってるからブラダマンテとかも全然ありえるな。削られるとやべえな。わなごまとか引いてるわけじゃないし、正直ちょっと今の状況よろしく。むー、仕打ち、むー。あー、まあ引き見てから、はい。まあこれ夏ぐらいがやることないですね。これ神田さと子さんで、これ2枚返しないくる。神田すち子、すち子はエクレル好きだね。やっぱりすち子エクレル好きだね。ただこれチャージ溜まってない。多分エンデが引いてる可能性高えな。はい。いや、それなりに悩む、これ。それなりに悩む。まあ今でもアタッカー。いや、これ罠駒だな。これ B1 に来た場合に A2 にハエが打てるかどうかって非常にでかい気がするね。今多分餌とか引いてないんですけど、ここちょっとポーリプスで圧かけ、あ、でもお前70倍か。いや、まあ発動するだろ、うん、大丈夫だろ。まあ、これ囲っ、うん、C に来たらちょっときつい感じはするけど、E4 だ、いや、でもこれな。いや、どうかな、ちょっとこれ、OK。これはね、A3 のハエから行って、大きめの動線で、そうだね。で、神田節子さん、これ多分、シェムキリ持ってたってなった場合、今、ハエ、打ってよい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 、打ってまだ半分いかないでしょ、これカットコミで。で、なんか毒食らう、シェムキリーのコも発動するけど、麦のバフだけだったら大丈夫で、ミューズ持ってたらもっと早く打てるはずだから持ってない。で、で、これ神田さん、どうする、角、あ、ブラダマンって持ってると。よし、さあここだな、ここハルワルで削ろう。このシェムケリーの動線っていうか、あのシェムケリーがあるからこそ、いや、これ削りでいいよな、さすがに罠ごま、いや、削りでいい、削りでいい。あ、罠張ってからで飛ばせたかな、そもそも。その方がよかった。いやー、でもこれでいいと思うよな、さすがに。 C6 打たれて D2 で飛ばせなかったら終わるんか。意外と火力出なかったな今。ミサトでもよかったかな。ミサトでも相手の火力一回ちょっとあぐねることできたか。それでもよかったな。ちょっと見せたかも。ノートだったわ。いや、でもこれ5枚返しはさすがにねえ。ずれろ。はい、ずれました。あぶねえ、これがずれだ。これ普通に今白く打たれたらよかったかもね。あぶねえ、よかった。神田せちかさん、対戦ありがとうございました。いやー、手強い相手だったな、神田せたけさん。で、次勝ったらランク上がるんじゃないか。443になる。いいね。443。はい。レディーメイド。これ聞いたことあるね。曲じゃない？アドの。レディーメイド、なんか聞いたことあるぞ。聞いたことある。聞いたことある。俺の知ってる曲かな？アポ！アポ！アポかー、まあ、まあやれんことはないだろう。はい。でも、あいし、てか、もう今日ね、分かった。はるまる来すぎー。引き強すぎー。ありがとう。初手番です。985。うん。これは、アタック、吹っ飛らんやつだろう。大竹出して。いや、いい、ガリク。で、今日 HP 下がってるんですよ、神駒の。で、その285っていうことは、あ、リーに入ってるんだ。じゃあ、マネッキなのね。OK です。で、これ引き見てから考えたい。ミサト。ここは好みが出る。正直、そいつコンボ弱いから、無視でいいと思ってる。うん。ディルからいこう。で、あとはまあ、マナゴマもね、荒れるっていうことで、そいつの火力もね、返せるんで。スティーリア、スティーリア、誰の入れ知恵だ、痛えな。うん、まあ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 、物理はしっかり返して、3ターンの間なんだ、20% デバフだと、やるじゃない。ここ守護者一択ですね。で、OKOKOK。で、アポロのチャージ、今4500。いや、3500か。で、はるまる、強いです。非常に強い。オッケー、もう行くしかない。ここ、はるまるっす。まあ、一回引き見てからにしようか。ハイ引いたらハイでもいいかもわかんないけど。あ、まあ、はるまるでいいな。
ロック耐性もつくし、あのマイティをこれで回収した方が良いよね。良いよね。マイティじゃない。オッケー、これでかいですね。マイティじゃないのマジででかい。あ、これ当てられるやつだな。当てられるやつか。あ、でも、でも相手目線でも2400を返したとてっていう考えになるかもと思ったけど、それはプールが強ない。いや、一定その回復デバフはあといったんか。スナイフィル、ちょっと考えさせてくれ。ちょっと考えさせてくれ。ちょっと考えさせてくれ。スナイフィルにしよう。多分ね、シーズラスト出してからアタッカー引くかとあれで、多分あの飛ばしのあれが変わんない気がする。これデバフ終わるもんね、ステリア。次で飛ばす、いや2400しか効かんのか。さすがに単体無理か。いや、ミスったかな今。うん、よし、そのルキアは熱いかも。アポロンだってこれ次、いやでもお前どうなん。あ、ロックトゥロックになる、これもしかして。ならない。4000でしょ。いや飛ばせねー。っていうことは打つしかないで、今日の補正でアポロンアタック上がってるから、うわーこれちょっと飛ばされるな多分。だって次で6500でしょ。8000、2800出れば勝ちでしょ相手目線で。 7×2 の14で、 14×4 で、あー飛ばされるね。3200出んのか。あ、じゃあ3060か。あ、飛ばされる。11160ぐらい出るな。くそー、終わった。あーどうも、あ、1万1000か。1個数え間違えたかな。いやまあでもクソ惜しい今の。でもどっちみちだな。あの結局トップで引いたのがあれでしょ、ルキアか。でシズラーサから出したとて、これアタック時にすると分かるけど、ルキアの方がアタック高いんでスナイフィルより。結局スナイフィル出るから負けるんだよな。変わんねえな、変わんねえ、変わんねえです。むしろ変わんねえです。まあ今はしゃあないな、今のは。よう頑張った。いやちょっとやっぱトゥールラ強えな。あの弱いコンボで罠ゴマスも発動させなかったのに飛ばされるもんね。まあそれはちょっとマナグリの HP が低いからしょうがないところある。マナグリが脆弱だったっていうね。で相手神タンですね。はいはいはい、初手罠いこうか。はい、いやさっきズレろって言っときゃよかったな。いや何がズレたら勝ってたんだ逆に。さっきのルキアは無理か。けど相手もうまいね、ちゃんとあのルキアからアポロンで飛ばせるって分かった上で打ってるからうまいな。いやーそこの春秋は目の上のタンコブ侍で、ここはルキア行くしかねえな。クティ早めに釣ろか。このバフに対してね、ちょっとルキアで防衛っていう感じで生かしてもろて。よし、プティトルの偉いですね。で、X 来ると。よし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 。で、ここは引き見てからだの。おお。ぶっちゃけ春丸全然ありっちゃあり。ありっちゃあり。スナイフィル行くか、シズラサル X 使うのどっちかですね。まあ、スナイフィル打っとくか。今あんまりバフたきつけられてないけど。まあ、あの E3 で削られることを見越して、スナイフィルのバフ乗っかるんだったら、出してもいいってところかな。いやでも正直スナイフィルやっぱあんまり微妙かもしれない。おお、それだったらスナイフィル残るからこれで結果オーライなんだけど、ミューズか強えな。ここ悩みどころです。ハルマルを C1 に出したら英語打たれるから、これ C6 に打つしかないんですよね。殴るしかねえな。守護は、いやー守護、微妙、ちょっと削らんと。19,999 1999 19999 9…浮いてぇなお前。これ引き見てから、はい。うわーこれどうしよう。 C1 くか E6 打つかなんですけど、うわー難しいなここ。3600のあれで半分いかねえのか。あーでも F5 に回復されながら打たれると多分勝ち目ねえな。C1 守護か、春丸行くしかねえな。守護かな。バフ乗っけたくないあんまり相手の。きつい、なかなかきつい、これはきつい。 F4 垂れたら めちゃくちゃきついんですよ実際これ。
まあでもスナイヒル残せたから、アイシェ引けばワンチャンあるかも。ワンチャンあるかも。うん、アイシェ引けばワンチャンあるかも。麦。痛えなぁ、麦。きちぃ。引き見てから。はい。本当に引くのね。偉すぎ。ちょっと待てよ。10、12% 削りだからさ。どれぐらいで。9900削り。強いな。これ1枚返しまだ耐えれるよな。うん、守護コンボ使わずこっちな気がする。スナイフィルのバフが溜まってから守護のコンボが正解だと思うんだよな。うん、でも相手 D6 アンパイか。殴ってくる。スナイフィルのバフが溜まる。これ引きによっては勝てるぞ。頼む。はい、マスティモン、いけるべ。これ2枚出せるぜ。行ってこい。よっしゃー、勝った。神谷勝った。最高です。丸売り最高です。最強です。最高です。最強です。最高です。最強です。いやマジでおもろいじゃん。カウマナクル終わるか。そろそろ面白かった。44、しかもランクも上がったし。てか普通に勝ったな、めちゃくちゃ。俺あんまり負けなくなかった今日。マナグリ強ない。マフィリアがり、あ、これちょっとデッキ名忘れてるけど、帰るの。まあいいや。ってことで、非常にマナグリ強かったです。やっぱみんな HP 低くなってるのもあるし、その上でやっぱこのマナグリの魔属性の HP が下がってないっていうね。結構マナグリ妖精って魔の HP 下がってアタック上がりがちなんですけど、それがなくちゃんとアタックだけ上がってて他の HP が下がってるので、今日マナグリ全然いけますってことで、よかったら皆さんも使ってみてください。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。